住宅地に思わぬ珍客です。牧之原市の川に国の特別天然記念物の日本カモシカが迷い込んでいるのが見つかりました。牧之原市の坂部地区です。川の中にカモシカがいます。こちらは今日昼過ぎ、牧之原市の佐口谷川で撮影した映像です。国の特別天然記念物に指定されている日本カモシカが川の中を歩き、時折草を食べていました。近くに住む人によりますと、このカモシカは3日ほど前からこの辺りを行ったり来たりしているということです。上に上がりたいようなんですが、コンクリートの壁で上がれないようです。牧之原市によりますと、日本カモシカは市内でも生息が確認されていて、何らかの理由で川に迷い込み出られなくなってしまったのではないかということです。山の方ではね、見るけど、ここでは初めてですね。かわいそうですね。早く山に帰りたいでしょうね。実は似たようなケース、県内で相次いでいます。日本平動物園によりますと、カモシカの保護が進んだことで、人への警戒心が薄れ、餌を求めて山から降りてくることがあるそうです。カモシカが住民に危害を加える様子が見られないことから、市では捕獲などはせず、様子を見ていくということです。